はいどうも、船さんです。まずはね、いつも通り、私の公式オンラインサロンの告知をさせていただきます。まあ、こちらに QR コード出てますけれども、まあ、こちらの方からね、私の、オンラインサロンへの、ご登録が可能になります。で、まあ、こちらの方ではですね、政治哲学を、メインにですね、その、どういった政治家がね、この今の現代に必要なのかというね、お話をまあ、させていただいたりとか、まあ、そういう、ね、コンテンツになってます。で、そういった、ね、政治家がどのような、政策をしていけば、我々の生活が、ね、豊かになって、ね、少しでも幸せになっていくのかということを、ね、お話しできればなと思ってますので、ぜひとも登録の方よろしくお願いします。で、今日はですね、少し前にですね、IMF ね、IMF が、まあ、発表したというか、ね、日本に対して、ね、消費税はさらなる増税をするべきだというお話を、まあ、されて、で具体的にはですね、まあ、2030年までに消費税を 15% にしなさいと。で、2050年までに、消費税を 20% にしなさいね、という、まあ、話なんですけれども、まあ、これを聞いた瞬間にね、まあ、私も当然バカなという話になりました。で、おそらくね、まあ、そこまで経済のことに、まあ、詳しくない、ね、素人の方でも、まあ、その記事を読めばね、なめてんのかと、ふざけんなという感情を抱く人はね、おそらく増えたんじゃないのかなと思います。はい。まあ、安倍政権でね、まあ、2度の増税がなされました。5% から 8%。で、8% から 10%。まあ、このね、8% から 10% は、まだね、施行されてからね、時間も経ってないので、そこまでね、生活に、超打撃をね、食らわしたという実感がね、湧かない。という人は多いと思いますけれども、 5% から 8% の時はものすごくインパクトがありましたね。こちらの、図にもね、出ていると思いますけれども、まさに L 字型ね、ドーンと消費が落ちて、その後消費が回復してこなかったとね、これまでもお伝えしています。我々の所得というのはですね、誰かがお買い物をしたり、ね、投資をしたり、まあ、そういったね、お金を使って初めて自分たちのところにお金が、まあ、舞い込んできます。これが所得になります。ということは、消費が伸びてこなかったと、横ばいだということはですよ、所得は下がっていくということなんですね。はい。自分たちね、生きていくために、ね、絶対消費をしていかないといけないですよね。食べ物を食べていかないといけない、住むとこを確保しないといけない、ね、いろんなことで消費をしていかないといけないです。ということは、消費というのは、上がっていかないといけないわけですよね。自分たちも消費するんですからね。まあ、自分たちのね、コストがどん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 上がっていくにつれてですね、消費も上がっていかないといけない、これがね、横ばいになったということはですね、自分たち、まあ、例えばですよね、消費税上がりましたね。で、あとは、まあ、社会保険料も上がっていっています。で、まあ、各種税金ね、まあ、間接税、含めね、いろんなものが上がっていっているということは、自分たちのお給料というかね、自分たちの手取り、可処分所得、ね、この辺が、ステルス、要するに、ね、目に見えない形でどん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 なくなっていってるということなんですね。はい。まあ、この手取り、手に乗ってくるお金が少なくなっていっているのに消費は伸びていかないということは、自分たちに入ってくるお金は伸びてこないということですよね。手に乗っかってくるお金はどん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 減っていっているということで、まあ、消費増税がね、いかに、まあ、我々にとってね、良くない、ね、増税なのかシステムなのかというのはもう日を見るより明らかなわけですね。で、今回 IMF のおばちゃんがね、こんなことを言ったということで、まあ、ふざけるなと、
ね、日本国民は思うわけですけれども、まあ、今回のね、その IMF のね、この発言は単純にね、まあおいふざけんなよっていう話だけじゃなくてですね、まあ非常にですね、まあ分析というか彼らの話を聞くとですね、まあ本当にもうむちゃくちゃ言うてるんですよ。我々のことを考えているなんてことではなくですね、まあただただイデオロギー、要は再出と再入は均衡させないといけない、まあ要するに収入と支出はいいバランスじゃないといけないというね、考え方が凝り固まってるがゆえに、まあ、そういうことを言うんですよ。はい、まあ、IMF はこれから日本は高齢化社会で、まあ、少子化の問題もあるということで社会保障料はどん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 増えていく一方だと、そんな中で、財源をどこから確保するのかということで消費税は増税していかなければならないという話をしているんですね。まずこれね、全くのねデタラメなんですが、まあこの IMF もですね、その、まあ、貨幣論というのは、まあ予算制約論、まあ要するにお金は限られているんですよという考え方なわけですね。まあ要するに日本の中にあるお金という量はこんだけですよと、でこんだけの中でどういうふうに割り振っていくんですかという考え方なんですね。まあそもそもこれがおかしな話でして、まあ、国債をね、政府が発行することによってお金は用立てることが可能です。で、銀行のお金が枯渇するなんていうこんなね都市伝説のようなデタラメは存在しません。というのは現ナマをね動かしてるわけではないのでね、銀行と政府はね、デジタル通貨のようなもの、まあ要するに日銀当座預金という我々見たことがないね、通帳に書くだけでね、まあボンとお金が現れるというようなねお金のやり取りなわけですから、まあそもそも現ナマが足りませんねんっていう話はないということなんですね。じゃあその国債の金利を払い続けると枯渇するじゃないかとか、まあこういった話あるんですけれども、まあ今日はここ、深くはやりませんが、まあ要するに予算制約は存在しないんだよという話なので、財源が財源を確保しないといけないなんてことはなくて、そう消費税を増税しなくてもね、政府が国債を発行してで、そのお金を用立てればいいと。で要するに国債を発行するということはお金を生み出すということですね。貨幣を生成させたということなので、貨幣を発行したよという残高証明が国債なわけで、これはね借金でも何でもないんですよね。まあ、この辺の話もねちょっと詳しく、まあちょっと、近々ちょっと行おうと思っているんですけれども、なので、まあ、政府はねお金を用立てることができる、だから社会保障費が足りなければ社会保障費を政府が埋めばいいだけの話です。はい、どっかから取ってこないといけないなんてことはないんです。でその取ってこないといけない相手がなぜ国民なのか、年収100万円台の人からも取るし200万円の人代の人からも取るし、みんなから取ろうというのが消費税です。ね、もちろん年収100万円、200万円の人たち、ね、まあこういったね、相対的貧困の方たちとか、本当に貧困の方たちはね、明日の生活も本当にギリギリですよね。そんな人たちからも、いやいや取れよ取れよとみんなから取るんだよ。というね、これを公平だという、公平な税金の取り方だというね、おかしな考え方をする人たちがいるんですけれども、これほど不公平な徴税制度はないわけですよ。ね、公平というのはね、たくさん富を稼いでる人からたくさん取って、少ない人には、それなりの少量で、まあもしくはなくてもいいと。ね、そもそも税金というのは富の再分配という機能が備わっているということは、これは IMF も存じているはずです。はい、財務省も存じているはずです。なのにこれを愚直に履行しないで、
IMF は、まあ、こういった、ね、財源論から、ね、消費税を上げなければいけないと言っているんですけれども、ね、こっからがね、まあおかしなことを言うんですが、 IMF は先ほども言ったように高齢化社会だと、高齢化社会に伴って消費増税はもちろんのこと、生産性の向上、あとは企業からの内部留保の活用、そして女性の労働市場への参加、こういったことをしていかないといけないですねという結論を出してるんですが、これねめちゃくちゃ矛盾してるんですよ、言ってることが。というのは、消費増税というのは財源を確保するためだとね言っているわけですよね。生産性の向上というのは少ない人数で生産を高めていきましょうねという話です。はい、少ない時間でより多くの量を作っていきましょう。そのためには人手をかけるんじゃなくて、いかに効率よく、ね、技術を使って生産していくかという話をしているんですね。はい、でこの、ね、企業の内部留保、企業の内部留保というのも、まあ、要するに利益ですよね。利益をいかに使っていくのかという話なんですが、ね、この辺で言うとね、もちろん税収を獲得したいがために、ね、より商品を生産して、ね、で、まあ、生産していくということは、その分、ね、まあ、売る量も多くなるってことですよね。要するに、お店に並ぶ商品の量が増えるということですよ。はい。で、それをなぜ言うのかというと、ね、消費をしてもらって税収を上げていこうよという話なんですね。ちなみにですね、主流派経済学は供給と需要は常に一定だという説があるんです。まあこれ正の法則と言われるんですけれども、作った分は必ず売れるというわけのわからない法則が成り立っているんですね。もちろんね、商売されている方みんな分かると思うんですよ、売れ残りっていう言葉ね、もちろんありますよね。でも主流派経済学の間では、売れ残らないように生産をするというのが前提にあるんですよね。ということはですよね、ですが生産性の向上をして生産をどん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 すれば税収は上がるという認識をされてるんです。だから供給能力を上げていくことをどん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 進めていきましょうという話なんですね。需要を創出しようの概念はないんです。はい。で、需要を創出する概念がないからこそ消費増税をしても大丈夫だと。なぜなら需要を創出しないといけないという考え方がない。いわゆる需要は供給能力次第でどん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 釣り合ってくるという話なんですよ。そんなバカな話あります？じゃあ今あなたのね、商売でですよ、今よりも10倍の生産をしたからといってその商品が売れ残らないなんてことあります？おそらくないですよ ね。相当今品薄の状態ならありえるんでしょうけれども、まあ普通に、もしくは今でも暇だというね、お店とかね、ビジネスが今の10倍生産したらどうなりますか？もうそれはもうオーバーポーションですよね、オーバーワークですよね。ね、一気に悪化しますよね。そうなんですよ。なので IMF はね、生産性向上させましょうね、生産性向上させる、まあこれはいいことなんですよ、いいことなんですけど、生産性向上させてより効率よく生産どんどんしていって、で、まあ消費をしてもらいましょうっていうことを言ってるんですよ。でも消費増税で消費を冷え込ます行動も取ろうよって言ってるんですよ。消費を伸ばす方、まあ供給を伸ばすんですけれども、供給を伸ばす方と消費を抑え込むというね、これ
矛盾、反比例なことを堂々言ってるんですよ。まあこれ分かりやすく言うと、太っている人がですよね、ランニングとかをしてね、汗をかいて脂肪を燃焼して痩せようとする。で、帰ってきてビールを飲んでケーキを食べて暴飲暴食をするね、これ何のために走ったのかようわからん状態になりますよね。これをずっと続けていくということなんですよ。で、もっと言ったらこの増税というのは、この供給能力を上げて生産性向上させてという異常のインパクトがあるんですよ。なのでむしろ下がっていくんですよね。消費がどんどん冷え込むんで、もっともっと悪化していくと。それをまたね、またそれを消費増税でもっともっと生産性を向上させようという話で補おうとするんです。需要を上げようという考え方がないんですよ。これどう思いますか？もっと言うとですよ、この IMF の話ね、生産性を向上させようよと言っているということは、今例えば10の商品を3人で作っているとね、でも20の商品を3人で作るためには新たな、ね、生産ラインの導入とか、まあそういったね、生産性の向上をさせないといけないわけじゃないですかね。でもって言っているにもかかわらず、女性の労働者の、社会の進出を促すというね、要するにこれ生産20個、10個から20個倍になりました。でも人は3人のまんまです。じゃあこの人たちギャラ上がりますよね。はい、これね、まあ所得成長させる、まあ最もねいい形、モデルケースだと思います。ですけれども、その所得を拡大させようよという話にはまたならない。女性を労働者として社会進出させる、もっとさせようと言ってということはね、これね、矛盾だらけの話をしてるんですよ。はい、これが IMF です。はい、世界のね、まあ、経済のね、最高機関でもある IMF がですよね、これほどまでにね、しまよった発言ばかりをするということはですよ、世の中の経済論なんてもう地に落ちたも同然じゃないですか。なのでね、本当に正しいことを言っているね、のはね、必ずしもね、そういった機関の人だとか財務省だとか政治家だなんてことはないということなんですよね。むしろリアルに生きて真実を見ている我々の方が経済の面でもね、正しいことを言っている可能性は往々にして高いということですよ。ということでね、今日はね、IMF のおばちゃんがとんでもないことを言っているぞというね、お話をさせていただきました。本日のね、お話が面白かったなとかためになったなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私、Twitter の方もね、やっております。下に概要欄にね URL も貼ってますので、そちらの方からフォローもよろしくお願いします。ということで本日はこの辺で失礼します。